はあ、かわいいなあ。あ、お前誰だ。俺の名前はかまど炭治郎。君の名前は？俺様はダミアン様だ。ところでお前今、あいつのこと見て、かわいいって言わなかったか？ああ、アーニャはすっごくかわいい。アーニャは、俺のプリンセスだ。いやいや、あいつは俺様のプリンセスだ。いや、俺のプリンセスだ。俺様だ。俺だ。俺様だ。こうなったら、プリンセス姿のあいつ、どっちが上手に塗れるかで勝負だ、炭治郎。わかった、ダミアン。よし、まずは、俺から、プリンセス姿のアーニャを塗っていくよ。シンデレラアーニャかわいいなぁ。よし、シンデレラアーニャを塗っていくよ。アーニャの髪の色、何色だっけ？ネズコと似たような色だった気がするなぁ。この色でいいかな。かわいいぞ。ここもこの色にして、ここは黄色で塗っていこう。目もねずこと同じ色かな。アーニャはねずこに似てとってもかわいいもんな。いい感じ。首元も塗って、腕も塗って、次はドレスだ。ドレスは白のままでもいい気がするけど。ぽく塗ってみようかな。あ、なんだこれは。ねずこは竹を加えてたもんな。あとは薄いピンクで塗ってみるか。うわ、なんか跡がついちゃうな。この肩の部分もピンクにして、よし、これで出来上がりだ。俺のプリンセスアーニャどうかな。うまく塗れたかな。まあまあだな。よし、次は俺様の番だ。俺様もプリンセス姿のあいつを塗ってくぞ。なんだかすごい強そうな顔してるな。お、よいしょ。あいつの髪はもちろんピンクだよな。こういう細かいところも塗っていくぞ。 OK。 そしてこの角の部分は黒。この部分は黄色だ。目の色は確か深い緑だった気がする。
まずは目の全体を深い緑で塗って、それから真ん中を黒で塗って、そしてこの部分を白。うん、こんな感じの目だったな。顔の色はこんな感じかな。うん、素敵だな。ここも塗って、それからちょっと薄く口紅も塗ってみようか。うん、お化粧かわいいな。ドレスは何色がいいかな。紫っぽい感じもいいな。あ、なんかやっぱり跡みたいなのができちゃう。これは一体なんだ？うん、とってもかわいいぞ。腰の部分のこのふわふわは濃いめの紫で塗って、よし、これで出来上がりだ。どうだ炭治郎、上手に塗れてるだろう。ほんとだ、上手だな。動画を見てるみんなは、俺とダミアン、どちらのプリンセスアーニャの方が上手だと思った？上手だと思った方の名前をコメント欄に書いて教えてくれ。俺の塗ったこっちのプリンセスアーニャの方が上手と思ったら、コメント欄に炭治郎って書いて教えてね。元気いっぱいのアーニャを表現してみたよ。ピンクのドレスがイチゴみたい。俺様の塗ったこっちのプリンセスアーニャの方が上手と思ったら、コメント欄にダミアン様って書いて教えてくれると嬉しいな。あいつのちょっと強い感じとおしゃれな感じを表現してみた。紫のドレス似合ってるよな。みんなのコメントお待ちしてるよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ M の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると遊ぶ M の楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶ M の動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶ M の他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶ M よろしくメリ。